誰かと思えば英雄殿か。
なるほど。アルフィノ総帥から話を。了解だ。あんたが協力してくれるならありがたい。内定のためこちらの人手を割くことができなかったからな。これはクリスタルブレイブ結成直後に総帥から直接命令を受けた案件であり、事態はなおも進行中だ。内密に頼むぞ。先日総帥のもとに匿名の情報が寄せられた。各国いずれかのグランドカンパニーにガレマール帝国の密偵が入り込んでいると。そこで俺たちは各国の資料の協力のもとで秘密裏に調査を行った。そして不滅大使を一人容疑者として確保。だがそやつは首謀者ではなかった。あくまでも密偵どもの情報網の末端に過ぎなかったのだ。九段の容疑者を軽く問い詰めた結果、写本師の異名で呼ばれる首謀者のもと数名の協力者が活動しているらしいことが判明した。諜報活動にはいくつかやり方があるが、今回の場合おそらくかなり前から組織の一員として潜り込み、時間をかけて信頼を築いて内部に協力者を作った類だろう。信頼にて心を掴んでいるがゆえに協力者の結束も固い。こちらからすれば厄介な相手だ。首謀者とつながりが限りなく浅い末端の協力者を捕らえ、そこから切り崩さねばならない。まずは先の容疑者からつながりを洗っているところだ。と、ここまでが概要だ。本来ならもう少し時間をかけて慎重に調査したいのだが、そう悠長にしていられない理由がある。長らく続いていたガレマール帝国の内乱が一段落したとの情報があるのだ。そのため総帥もこの案件の解決を急いでいる。裏切り者を抱え込んだまま戦争なんぞ願い下げだからな。いつ帝国が動き出してもいいようにクリスタルブレイブとしても備えておかねばならない。まずはウルダハの不滅隊作戦本部に出向き、ここまでの情報を奴にラウバーン局長に報告する予定だ。しかし協力者を捕らえたことで内定が進んでいることが写本誌にも把握されただろう。場合によっては直接的な行動に出ることも考えられる。ことがことだけに大人数で動くわけにもいかないからな。報告時の護衛を兼ねて同行してもらえるとありがたい。本日は何用か。俺の付き合いで来てもらった。久しぶりだなラウバーン。おお、イルベルド。こうやって顔を合わすのは何年ぶりか。こちらに顔を出すと聞いて心待ちにしていたぞ。
それにしても貴様がクリスタルブレイブの隊長になったと聞いた時にはさすがに驚いた。俺にしてみればラウバーン、お前が政治をやっていることの方が驚きだ。そうかもしれんな。お互い大人になったということだろう。イルベルドと我が輩は同郷の出身でな、幼い頃は二人して己の腕を競い合ったものだ。祖国のアラミゴがガレマール帝国に陥落された際、共に脱出したのだが、それっきりだった。噂には聞いていたが、あの後いろいろと活躍したようじゃないか。ザナラーンにたどり着いたお前はウルダハの同人団に捕まり、コロセウムの獄門検討士にさせられた。だがその中で頭角を現し、前人未到の戦勝を成し遂げる。そしてその莫大な賞金をウルダハ王宮に寄付することで、見事サカツ州の座を射止めた。コロセウムの勇者、アラミゴの英雄ラウバーン様。よせ、英雄とはこの冒険者のような存在を言うもの。屍の上に立つ我が輩には不要な肩書きだ。貴様こそ冒険者として随分と名を馳せていたようだな。冒険者ギルドとの会合でもよくその名を聞いた。それなりには苦労したからな。もっとも最近は英雄殿に話題を持っていかれているだろうが。例の件で報告がある。進展があったのだな。貴様との面会については部下たちにクリスタルブレイブに属す旧友との再会の場と説明してある。連中も特別に目を光らせたりはしていないだろう。今のウルダハでは下手に場所を変える方が怪しまれる。ここで聞こう。あくまで昔を懐かしむ会話としてな。やはり不滅隊に潜んでいたか。テレジア・デレジの一件以来、ウルダハは揺れている。帝国の密偵からの誘いに心動く輩が出てもおかしくはない。しかし以前より潜り込んでいるとなると、ことは大きくなる。万一に備え、帝国と手を組むためのつなぎとして共和派が自ら招き入れている可能性すらあるか。状況は理解した。信頼できる者を集め、こちらも調査を行おう。そちらでも引き続き内偵を頼みたい。イルベルド、今はお互い忙しい身だ。今度酒でも交わしながらゆっくり話すとしよう。そうだな、ラウバーン。そしていつの日か祖国を我らの手で。不滅隊の局長か。俺も負けてはいられないな。
ラウバーンが手を回してくれていたおかげで何事もなく報告できた。手間をかけさせたな、英雄殿。